申し訳ありませんでした。昨シーズン開けられなかった J1 への新しい扉、あれから3ヶ月、頼もしい戦力を加え、アジアの岡山の新しいシーズンが始まる。そこ日本一したいんだよね。監督から飛び出した日本一宣言、その真意は、去年の開幕戦、ファジアーノはホームで岐阜に3対0の快勝。シーズン序盤で首位に立つなど幸先の良いスタートを切りました。今年もスタートダッシュが切れるのか。 J2 リーグは明日開幕、アウェーでレノファ山口と対戦します。当然どこのチームも最高の状態で入ってくるので、しっかりと隙なく準備して、我々も最高の状態で臨む必要があるなと思っています。就任2年目、長澤哲監督が目指す今年のサッカーの形は、そこだけはナンバーワンにする。そこだけは動き直す、いい、バイタル覗き直す、何回も何回もボールサイドはな、いい、ゴール前のバイタルエリアで何回も動き直す。これによって新たなパスコースを作り続け、1回の攻撃で何度もチャンスを生み出すことができます。すごく大事な動き、揺さぶるね、ディフェンス。味方を助けることとか、ちょっとした動き直しとか、そういうのだけはコンスタントに試合状況どうであろうとやり続けれるようなチームになりたいっていう、そういうふうには思ってるんですけどね。チームが去年悩まされた得点力不足の解消へ、堅い守備が特徴のファジアーノにこの攻撃のアクセントが加われば鬼に金棒です。その能力を身につけるために必要なもの、必要な力っていうのは何力なんでしょう。持続力ですね。やっぱりすごくシンプルなことを繰り返し続けるっていうことで、味方をこう選択肢を与えたりとかサポートし続けるっていうことなんで、そういう意味ではやっぱり持続力っていうのが一番大きいと思います。 J1 昇格へ勝負の年となる今シーズンは、ゴール前の動き直しに注目しましょう。そうだ、新しい動き直せ、そう、はい、それ答え、それが。ところで今シーズンは長年左サイドの顔だった田所亮選手が横浜 FC に移籍。その穴を埋めるべく新たなポジションにチャレンジしている選手がいます。今シーズンの新たなチャレンジ、まずはこの人です。背番号19番片山栄一です。メインのポジションがちょっと今シーズン変わりそうですね。そうですね、去年まではシャドウだったり前目が多かったんですけど、今年からワイドにチャレンジしています。ワイドとも呼ばれるウィングバックのポジションは、攻撃に守備にと走り回るファジアーノサッカーの代名詞のようなポジションです。自分の武器である運動量の部分だったり戦う部分だったりとか、ミドルシュートもありますし、活かせる部分は多くあると思うんで、やりがいのあるポジションだと思います。新しいポジションはこれまで以上に守備も重視されます。ゴール前の守り方など岩政選手から細かくアドバイスを受けていました。守備の部分に関しても、今までとは大きく違ってくると思うんで、ポジショニングの部分だったりというところもやっていきたいなというふうに思ってます。今シーズンの目標いかがでしょう。そうですね、数多くの、得点シーンだったり、得点に絡む仕事っていうのを、多くしていきたいなというふうに思ってます。新たな左サイドの顔へ、入団3年目のチャレンジです。 CM の後はキャラは最高、新加入秋吉選手の特集です。宮崎キャンプ恒例朝の散歩で、まだみんな眠そうなのに、一人だけ
やたらとカメラを意識。朝食会場では隣に座った梶選手に、多分梶さんに負けないぐらいの小原さんと言っておこうかな。来ました。これ梶さんに怒られますね。いや多分梶さんもパートナー求めていると思いますので、ちょっと媚び打ってみます。そうですか。J1 ヴァンフォーレ甲府から期限付き移籍で加入したミッドフィルダー秋吉大輔選手。東ヨーロッパなど海外クラブを転々とした異色の経歴の持ち主です。やっぱ一生に一度なんで人生も、はあ、その中でまあこうやって好きなサッカーさせてもらってるんで、まあ、感謝を持ちつつ、こうやってチャンスがあったんで外国でやれる、まあ、そういうのをちょっとやっぱ自分試してないですけど、そういうのを追いかけたかったっていうのがあったんで。ポジションは2列目のシャドウストライカーや左ウイングバック。やっぱり自分の持ち味であるやっぱり攻撃の部分でのアクセントだったり、まあ、そういうところでやっぱ貢献できればいいかなと思います。すでにキャンプの宿舎ではチームのアクセントとして個性を存分に発揮。まあ、みんなにも外人外人だよって言われますし、はい、言われる。ちょっと、はい、もうすでにいい味出してますね。どうですかね、まあ、みんな結構いい人たちばっかりなんで。ちなみに秋吉選手のご両親もキャンプに差し入れをしてくれたいい人です。一サッカー選手としてやっぱりこう、まあ、子供たちにね、やっぱあこいつみたいになりたいなと思われるように頑張りたいですね。今月はファジアーノ岡山のメッシュラップサックを5人にプレゼントします。